はい、どうもこんにちは、もともと TV のもとでいいです。ということで今回はですね、めちゃめちゃ久しぶりの購入品紹介をやっていこうかなと思います。ということで今回はですね、すべて Amazon で購入しました。今回もね、いろいろ文房具を買ってきたんで、まあいつも通りね、購入品紹介はちょっとゆったりとゆる動画的な感じでやっていきます。まず一つ目から早速紹介します。こちらファーバーカステルのアートイレーサーダストフリーという消しゴムでございます。これはですね、まあ、知る人ぞ知るこのいい消しゴム。実はですね、僕中学生の頃にファーバーカステルの消しゴム使ってたんですけど、まあ、めちゃめちゃその時にね、消し味も良かったっていう記憶があったんで、久しぶりにねもう一回買ってみました。こう消しゴムのカバーと本体が深緑なんで、こう消してもね、こう汚れが目立ちにくくなってます。まあ、今回シャーペンもね買ってるんで、まあ後でちょっとシャーペンの試し書きしてからこれでね消したりもします。で、今回買ったシャーペンがですね、これ、ペンテルのグラフ線フォーブロ 0.4mm でございます。ということで実はね、これもあの昔にね持ってたんですよ。ただね 0.4mm ちょっと壊れちゃって今回新しく購入しました。このねグラフ線フォーブロってめちゃめちゃ書きやすいって、まあ何回も言ってますけど、これ 0.4mm はねちょっと格別というか、まあ、めちゃめちゃいいんですよね。久しぶりのグラフ線フォーブロの新品ですね。グリップも最初はこんな感じということで、これで僕のグラフ線フォーブロは 0.4、0.5、0.7 の3本なんですけど、昔は 0.3 も持ってました。あと 0.9 とかもありますね。いやちょっとこれからね、このグラフ線フォーブロ 0.4 はちょっといっぱいね使っていこうかなと思っております。ここのシールはね、こんな感じに綺麗に剥がせます。ちょっと細い芯使いたいけど、0.3 はちょっと細すぎるなっていう方はね、ぜひこのグラフ線フォープロの 0.4 を使ってほしいですね。もうバランスが絶妙にいいんですよね。まあ後でちょっと試し書きもします。で、続いてこちら、ボールペンですね。ペンテルから出てますゲルインキボールペンエナージェルフィログラフィーでございます。今回は 0.5mm の黒色を選びました。ということでエナージェルのインクはねめちゃめちゃ好きで、エナージェルインフリーとかもよく使ってたんですけども、今回はそのランク上のこのフィログラフィーを購入しました。エナージェルのねフィログラフィー、ちょっとランク上のものになるんですけど、まあ簡単に説明するとサラサでいうサラサグランド的なねものに当たります。でこれはノック式じゃなくて軸を回転させてね、ペン先を出します。これはねまだ書いてないけど絶対もう書きやすいやろなっていう感じが伝わってくるというか、まあ、さすがランク上のフィログラフィー、ちょっと高級感がありますよね。まあ、これもちょっと後で書いてみます。で次なんですけど、まあ、目玉と言っていいでしょう。こちらラミーであるものを買ってきました。それがですね、なんと今回それがこちらラミーサファリの万年筆でございます。万年筆はね、僕書くのっていう万年筆を使ったことがあるんですけど、2本目の万年筆はサファリにしようということで、今回僕が欲しかったね白色を選びました。箱がこんなんでね、説明書もしっかり入っています。これはねカートリッジ式とコンバーター式がどっちも使える感じですね。ということでブラックのカートリッジと、こちら僕インク何も持ってないんですけどね、コンバーターも一応専用のものを買いました。でこれがね万年筆本体ということで、ラミーサファリはねシャーペンで黄色とこのブラックを持ってたんですけど、やっぱ白色もちょっと欲しかったんですよね。で白のシャーペンを買おうとかも一瞬思ったりもあったんですけど、やっぱシャーペン3本はさすがにと思って、今回万年筆にしました。いやかっこいいですねやっぱりサファリは。あとやっぱ本体はめちゃめちゃ軽めですね。でここにラミーのロゴもねしっかり入っています。白のラミーのロゴはちょっと珍しいですね。で、キャップ式なんですけど、ここを開けるとこれが万年筆のペン先ですね。これはねあのシャーペン同様グリップがこんな感じになってて、三角グリップというかね、こう手にフィットするように作られてて、めちゃめちゃ持ちやすいグリップですね。ペン先は EF ですね。これめちゃめちゃ細軸のペン先となります。今回ねカートリッジはいろんな色があったんですけど、あの無難にねちょっとブラックにしました。こんな感じで5本入ってますね。早速ちょっと黒のねカートリッジを入れてみます。まずこれちょっと外して、これが多分ストッパーなんで、これ取って、で、ここにこれを入れます。
はい、これでね、黒色のカートリッジが入りました。最初開けた時はね、このブルーかな、このカートリッジが入ってました。ただ今回はね、ちょっと新しく黒色を入れてみました。ということで今回買ったこれらをね、早速ちょっと使っていきましょう。まずはグラフセン4プロの 0.4mm ですね。やっぱグラフセン4プロ 0.4 最強説ありますね。これめちゃめちゃ書きやすいです。次にこれエナージェルフィログラフィーですね。これもちょっと楽しみですね。ゲルインキなんですけどね、めちゃめちゃインクが濃くていいですね。文字がはっきりしてて、しかも書き味もいいっていう感じで。続いてこの消しゴムですね。消しくずは緑色っていうね、あんまりね、消しくずのまとまり感はないですけど、消し味はね本当に良くて軽くね消せます。いい消しゴムですね。さあラスト、目玉のこれラミーサファリの万年筆で書いていきます。インクは黒色ですね。やっぱ万年筆はね、書いてるとちょっと楽しいんですよね。前はね、書くのっていう万年筆、まあ初心者向けの万年筆っていうのをね使ってたんですけど、これはねやっぱね書き味が違うというか、まあ当たり前なんですけど、こっちの方がねめちゃめちゃ滑らかって感じですね。書くのはちょっとカリカリ感、引っかかる感じっていうのが書くのにはあったんですけど、これはねもうスイスイとサラサラ滑らかみたいな感じでめちゃめちゃ書きやすいですね。あとグリップもね、このラミーサファリの独特のグリップでこうめちゃめちゃ書きやすくていいですね。結構初心者におすすめの万年筆で調べても、ラミーサファリはねいろんなサイトにも候補に挙げられてたんで、万年筆ね1本目どうしようって悩んでる方はね、このサファリ検討してもいいんじゃないかなって思います。で今回買ったものは全部ね、外出自粛中ということで Amazon で購入したんですけど、今回買ったものは下の概要欄にね全部 Amazon リンクを貼っとくので、ぜひね気になったという商品があればそこから見に行ってみてください。今回のベストバイはこの2つですね。エナージェルフィログラフィーとラミー万年筆。まあラミー万年筆はねまた別の動画にしてちょっと詳しく紹介なんかもできればいいかなと思ってます。はい、ということで今回は久しぶりの購入品紹介ということでございました。このコンバーターはねまだ開けてないんですけど、これはね吸引式で、このインクをね買って、それをね好きなインクを吸引してそれを使えるよっていう専用のコンバーターなんですけど、僕まだインク持ってないんでね、まあ、万年筆にハマっていってインクとかも買った時に、その時にねコンバーターを使用したいなと思います。ということでね、今回は久しぶりにこの万年筆を買ってみたんですけど、これめちゃめちゃ気に入ったというか、まだ使ってからも5分ぐらいしか経ってないんですけど、めちゃめちゃ気に入ってね、まあデザインもかっこいいっていうのもあるんですけど、本当に万年筆はね使ってて楽しいんでね、ぜひ気になる方はね万年筆もいろいろちょっとチェックしてみてください。ということで今回久しぶりの購入品紹介でございました。ちょっと長めの動画になってるかもしれないんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。それではねまた次回のもともと TV でお会いしましょう。